中間領域とは、オタワ大学教授である、ギリシャの歴史家、ディミトリー・キツキスが1970年代に確立した地政学モデルである。このモデルによると、ユーラシア大陸は3つの地域で構成されており、西欧と極東に加えて、その間にある中間領域と呼ばれる第三の地域が独自の文明を構成しているとされる。中間領域は大まかに東欧から中東。 北アフリカにかけて広がる領域であるとされる。中間領域中間領域の西部境界線。中間領域はアドリア海とインガス川に挟まれた地域、すなわちヨーロッパの東半分からアジアの西半分まで広がる広大な地域で形成され、西と東の文明の架け橋の役割を果たすと考えられている。このことは統一された、ヨーロッパも統一された。 アジアも存在せず、欧州もアジアも、地理上の地域を示すに過ぎず、文明を指すものではないことを意味する。人工統計学的にこの地域の支配的な宗教は、東方教会、スンニハイスラム教、シーアハイスラム教であり、さらに比較的少数を占めるアレビー派というダヤ教が存在している。一方、西方ではカトリックとプロテスタント、東方ではヒンドゥー教と仏教が、 支配的である。中間地域は2500年にわたってトルコ海峡とエーゲ海に面した普遍的な帝国に支配されてきており、歴史を通じて歴代の帝国の指導者たちは領内の民族の統一を図ってきた。ダレーオス一世のアケメネス朝はアレキサンダー大王の手に落ち、さらにヘレニズムローマ帝国、ビザンツ帝国が続いた。 そしてトルコ革命に倒れるまで覇権を握ったオスマン帝国はスンニ派であったが、もともとオスマン王朝はアレビー派であった。ゆえに、イエニチェリはイスラム核派の概念を融合させたベクタッシュアレビーに従った。この中央帝国はイスラム帝国、ペルシャ帝国、ロシア帝国を含む周辺の他帝国による挑戦にさらされていた。中間領域は、 中央帝国と周辺の帝国による紛争にさらされてきた。主要な民族は2000年にもわたってこの地域の中枢を担った現在のイスタンブールの支配を目指して争った。8世紀のアラブと20世紀のロシアによるこの試みはほぼ成功したものの普遍的帝国の支配権を握ることは叶わなかった。18世紀以降の西洋による介入は 普遍的帝国の継承ではなくその破壊と解体、さらには西洋化による支配を目論んだ外的対立であると考えられている。キツキスはヨーロッパはユーラシア大陸の一部の半島に過ぎず何千年にもわたる歴史的な出来事により、ユーラシア大陸は以下の三つの文明地域から構成されていると結論づけている。西洋から 今日の米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、西ヨーロッパ極東インドア大陸、インドネシアをはじめとする東南アジア並びに、中国、日本、韓国中間領域西洋から東洋にかけての範囲に存在する、P. ダベリーノス、ジェシクツ・シュレイバーング・ウント・ポリティック、ドゥッセルドーフ、1995、P. ダベリーノス、大ヒストロ社テオリーデア・ズイスク・ヘンリー・ジェン・インストン、 ウェストン、ジャーナル・オブ・オリエンタル＆アフリカン・スタディーズ、ボリューム十、ピアニッシモ、百三十一、百四十三、ディミトリキキス、エル、エンパイア・オットマン、パリ、プフ、サンイエディ、一九九四、ソシエテロ・アイアル・ジュカナダ、アコダミデレット・ルイデサ・エンシズ・ヒューマンズ、ジアオポリティック・デラリージェンアンテア・マドア、オッタワ、ボリューム五十二、一九九九、ディミトリキキス。 ユヌビジョン・ジアオポリティック、ラ・リージェン・アンテア・マドア、リレーションズ・インターナッツ・イノラス、パリ、ナンバーワン・レキュー、2002、ディミトリ・キキス、ジアオポリティック・ディ、ウン・プロシェ、オリエント・アベニール、ディ・プローマシー、ナンバー24、2007、イ・コンシュタンティナイズ、HE ・ジョパラッティ・カカイヒ・ヒストリア・テメサ・アポ、チャーティズ、トリート・マチ、アテネ、ボリューム153、2007・ジョパラッティ・カカイ、 ヘラダ、アテネ、エサープトロン、2001、エンジアメセピリアッシュ、クォータリージャーナルオンジオポリティクス、パブリッシュドイン、アテネシンス1996、ディミトリキキス、TRK、ユナミインパラターラグ、ラブリジジャーセキーサインダオスマンルタリヒネベイクス、イスタンブール、アイルティシム、1996、ジョゼペドロテイチェラフェルナンデス、A、グレイシアモデルナイオーシデンテアントレ、A、 レギアをインターミディアイ、e、オオシデンテイストリアナンバー87ジュノ2006ゲオルギオスケーフィリースロシアターキーインザジオポリティックスオブユーラシアザセオリーオブメジアンスペースティーシスシンセシスワンチテーゼダーラムユニバーシティユナイテッドキングダム2008ジョルジュプレバローキスレバルカンズカルチャーズイジアオポリティックパリネーサン 1994ジョルジュ・プレバロキスジアオポリティック・デラ・グレースパリエディションズ・コンプレックス1997ありがとうございます